ジェンスリー誰が作ってるんでしたっけ？中国中の、国ですか？どこだったかな？あ、ランウェイだ。いいんですか？結構ツイッター上にジェンスリーがどうのっていうのがばっかり流れてくるんですけど、全然使ってないんですけど、いいですか？これ、課金しないと使えないんですよ。あ、そうなんですね。はい。で、まあ、ちょっとやろうと思ったんですけど、まあ、あんま時間なかったのと、あんまり自分使う当てがなかったんで。使いようがないですよね。まあ、面白いから遊ぶにはいいですけど、これビジネスでどうやって使うんだろうみたいな。ちょっとまだそうが見えてこない。使っていいそうのかなどうんか、でビすジネスよに使っね。ていいのかどうかもよくわかんないし、著作権の問題とかあるだろうし。そうなんですよね。まあ、なんで、動画のネタのために登録してもよかったんですけども、散々出回って、別に新規性とかないんで。そうですね。結構みんなその話してますからね。まあ、どこに使えばいいかなっていうのはありますよね。ちょうどトイザらスも炎上しましたからね。この人の顔がそうちょっですよとね。変わってきているということで、気持もうちいっち悪ゃいともいう。んですよね、ほとんど。僕はそんなにひどいかなと思いましたですけどね。ちょっと見て Did you み ever ます。wonder how Toys R Us and Jeffrey the Giraffe came to be? The son of a bike shop owner, Charles Lazarus, had a vision that これ would 全go 部 on to AI で change 生 toy 成したってすごいです stores よね。ですよね。これちょっとよく見るとおかしいところがあるみたいな、なんか変な、いっちゃもんに近い突っ込み方ですよ、こあれと、ね、炎上顔しましが、たもんね。変わってるとかね。そう、顔がこの変わっおもてる。ちゃとかもよく見るとおかしいのあるかもしれないですけど。これ、トイザらスのロゴちゃんと自分で出したんですかね。どうし、これね、生成した後、何か別の画像アプリか映像アプリで編集したのかどうか、わかんないですけど。そうですよね。その程度やったのか。いや、そこまでイチャモンつけるほどの、炎上するほどのひどさじゃないと思うんだけど。ですよね。まあ、なんで、やっぱり画像生成の時もやっぱアンチみたいな、あんま好きじゃない人がいろいろ叩きがちなんで、これもやっぱりあんま好きじゃない人がいるんですかね、こういうの。これで炎上するんだと僕ちょっと分かんなかったですけど。自分にとってはこれ全部同じ顔に見えますけどそうですよね。そんな変わんないような気はするんだけど。ね。何が違うのかよくわかんない。これがその気持ち悪いというレベルまでいくのかなというのは、それは分かんないですよね。プーさんのやつもなんか炎上してましたけどね。これもなんか、拡大するとこ心がおかしいみたいな。まあね、こおれかよしいくかわもかんしないんですないけけど。ど。まあ、最初ですからね。そうですよ別ね。に視聴者が文句を言う筋合いの話でもないと思う。なんかやっぱり AI に対する危機感っていうのが広がってきてるので、こんなの起こる人もいるんだろうかなと思いますね。だからまあ OpenAI がゆっくりとリリースしていかないと、急に出したらもう世の中びっくりしちゃってみたいなことを言ってるので、確かにそうなのかなと、ゆっくり出していかないと、みんなやっぱり拒否反応を示すのかなっていう感じはしますよね。そうっすよね。いや、だってこれ2000、多分17年ぐらいですよね。すごいちっちゃい画像が作れたみたいな言ってるそうのっですよて。ね。これから考えると急速な進化ですからね。ということで、まあこれ話題になってましたっていう。まあこれちょっとどうビジネスに使われるかっていうのはちょっと。わかんないですけどね。